摂津国は、日本の令制国の一つ、畿内に属する。現在の大阪府北中部の大半と、兵庫県南東部にあたる。瀬戸内海航路の起点で、淀川、大和川水系との結節点でもある住吉津や、なにわ津、中世には、渡辺津があり津国と呼ばれ、港湾都市であり、国内流通の中心であった。初代天皇である、神武天皇は、即位前、神町台地の先端、難波津に正国魂神社を創建。第14代、中愛天皇9年、神宮皇后が、三韓征伐より七道の浜。弥生時代後期古墳時代、応神天皇の行宮として、難波大隅宮、仁徳天皇は、難波に都を定め宮居を、難波高津宮とし、欽明天皇の難波祝津宮も営まれ、当時における、国内流通の中心であり、港湾都市である住吉津やなにわ津が開港される。593年、推古天皇の摂政、聖徳太子が、難波の荒御笹に4天皇寺を造立した。645年に、高徳天皇は再び難波に遷都し、大化の改新と呼ばれる新政はこの地で行われた。以後、日本という国号の使用とともに、元号の使用が始まったとされる。652年に、難波宮が完成した。高徳天皇の後、都は、飛鳥に戻ったが、壬申の乱に勝利した、天武天皇は、畿内の外交を抱える用地難波宮を副都とし、国司を置く代わりに、つのくにを接する機関として特に、摂津職を置いた。摂津職は、教官とされ、大部、領、進む、属の4等官で構成された。前期難波宮は、天武期に焼失したが、壬期3年、聖武天皇が、難波宮の造営に着手し、平城京への副都とした。天平16年には、国京から難波京への遷都が実施された。聖武天皇は遷都の翌年再び、平城京に遷ったが、その後も難波は副都として維持された。しかし、神武天の長岡京遷都に伴って、難波宮が解体され、副都の御は失われたため、延暦12年3月9日に、摂津職を廃し、新たに、摂津国を置いた。前身の摂津職から引き継いで、摂の字を冠して、摂津の国となったが、元のつのくにの読みそのままに、つのくにとも呼ばれたの諸国軍合名著公事例により、摂津国と改称されたという説もある。構成において、別称が、摂津の字を取って、摂州となる一方、摂津国町、摂津国屋のように、つのくに呼称も長く用いられた。なにわ津も、土砂の堆積が進み、その機能は、淀川分流にある神崎や江口などに移っていった。姓は源氏の祖、源、常元の子、三中は、摂津神に任ぜられて、川辺郡忠宗に館を構え、またその長子、頼光も、摂津神につき、子孫が所領を継承して、摂津郡氏と称した。頼光四天皇の筆頭に挙げられる佐賀源氏の、源の綱は、源の三中の娘婿、源、敦氏の養子となり、母方の里である渡辺に居住し、渡辺氏の祖となった。平安時代末期、日宋貿易を重視した、平の清盛は、大輪殿泊に着目し、港の前面に、人工島を築いて安全な停泊地を設けようと、私費を投じて、修築工事を行った。仁南3年、清盛は出家して、福原に別荘を構え、以来ここに住んで周辺一帯を経営した。治承4年、清盛は、大輪殿泊を見下ろす山麓に、福原京を築き、平安京からの遷都を強行した。しかし、11月には京に関都となった。鎌倉時代に入ると、東大寺の長元が中絶していた、大輪殿泊の修築事業に乗り出し、やがて、兵庫津と呼ばれて、国内第一の港として発展し、室町時代には、日民貿易の拠点となった。室町時代、摂津の守護職は官僚細川氏が世襲した。ただし、細川氏を牽制する意図から、室町幕府は、国内各地に分軍守護を設置した。このため、室町時代初期に、細川氏の安定した支配が確立していた京の、
千里丘陵より、東側の地域を上郡と総称された。その後、応永年間までに、千里丘陵以西の摂津平野部を掌握した、細川氏は、豊島郡、川辺郡南部、婿郡、宇内郡、八部郡を下郡と称した。ただし、上郡、下郡は、本来の郡境と、全く合致したものではなく、有馬郡においては、播磨守護赤松氏が、分郡守護となって、一族の有馬氏が支配しており、川辺郡北部や野瀬郡は、姓は源氏ゆかりの多田院に与えられていたが後に、同地の国人、奉公衆であった野瀬氏は、細川氏の傘下に加わっている。そして、神崎川以南の西成、東成、住吉の三郡別に分郡守護が置かれて、細川氏の支配から欠けていたため、傑郡と総称された。傑郡は、下吉の乱後に、細川氏の支配下に入るが、守護家である宗家ではなく、所流である天球家が支配するなど異なる、支配体制が取られた。なお、有馬郡も天文年間に、赤松氏宗家が衰退すると、有馬氏が、細川氏の傘下に入ることになる。古代の摂津国内には、難波長江豊岬宮、難波宮等、たびたび天皇の住居が構えられている。国府所在地を記した文献は次の通り。一方、史書からは次のように推定される。摂津国分寺跡碑法家寺と摂津国分寺伝承地碑、延喜式内社僧者、一宮多田院の境内に、僧者六所権現という神社があったが、これは、同地の荘園の僧者とされている。座間神社は、全国一宮会に加盟しており、近世以降こちらも、一宮と呼ばれるようになっているが、社勢は、住吉大社に及ばなかったとされる。二宮以下も不詳である。場所は不明だが、国画の近くという説がある。摂津国の御三十摂制度の所山摂津国の範囲は、おおむね現在の大阪府淀川以北及び、大阪市域と尼崎市から、神戸市、三田市に至る兵庫県南東部にあたる。南に、泉国、東に、河内国、山城国、北に、丹波国、西に、播磨国と、それぞれ接する。摂津、河内、泉三国の国境は、現在の堺市の片田替神社にあったが、明治4年に泉との国境は、堺大小路から大和川に改められ、一部が泉に、編入された。駅林本の、摂陽州に摂津は、南段北間、古後国仙宿、魚、縁茂、大神国屋と記されており、農漁業が盛んで豊かな地勢であったことがわかる。島上郡と、島下郡は古代三島郡が、大宝元年に分割されて設置された。明治29年に再統合。反明治期の開廃大阪府以下は明治4年まで、摂津国に属した。以下は明治7年まで、摂津国に属した。以下は、明治35年に、河内国より編入。兵庫県摂津大部摂津市鎌倉幕府室町幕府、戦国時代初放棄江戸時代の藩初放棄以前、江戸時代。ありがとうございます。